キャラバン隊が数日前に来た。ストックトン爺さんのところで働いているやつだ。見たことあるだろう。もう行っただろう。思い出せない。交通量が多いんだよ。ここはダイヤモンドシティじゃないんだ。5台のキャラバンが通ればそう簡単には忘れない。それで通ってはいけなかった。それよりレモネードでも飲まないか。俺の仕事はレモネードを飲むことじゃない。彼らがここに来た事実を知っているんだ。なぜ無視する。ミスター、手助けしたいけど本当に思い出せない。約束する。全部明らかにするよ。この辺のやつか。そうじゃないと嬉しい。田舎者はもう十分だ。違う、ちょっと通っただけだ。さっさと通り過ぎることを進める。ストックトンのキャラバンについて何か知ってるか。いや、何も知らない。一息つくことさえできない。ストックトン爺さんと消えたキャラバンを見つける約束をした。キャラバンの残骸が町の外にある。彼らが最後に泊まったのはここだ。話をまとめようとしてるんだが振り出しに戻ってくるんだ。提案がある。ストックトンの奴らを見つけるのを手伝ってくれ。報酬は分ける。あの虐殺の生存者は少なくとも一人いる。契約は守るつもりだ。もし手伝うなら前金が欲しい。お前が本当に手伝うと言うなら今50キャップ出す。これは取引とは別でだ。フェアだな。乗った。キャラバンで手に入れたものはこれで全部だ。証拠はないが、どういうわけかコベナントが一枚噛んでる。聞き込みを続ける。だが何か見つけたら言ってくれ。キャラバンはコベナントのかなり近くで攻撃された。そうか、ディーザーのレモネード、聞いたことないな。また逮捕されたのか。今月はこれで3度目だ。テッドはすぐにこれに乗った方がいい。警備がかなり厳重だ。周りに他の道があるかもしれない。さあ行こう。お前が正しいことをしていると思っているのは知ってる。だから後悔することになるような早まった考えはするなよ。とりあえず姿を現して何のつもりなのか言ってみろ。ストックトンのキャラバンとコンパウンドについて噂を聞いたかもしれない。仮に一理あるとしよう。正当な理由なしでは何もしない。それが一番だ。そうだ、この調査をやめたら贈り物をやろう。100キャップ。そうしたら友達としてまたいつでも戻ってきていい。キャップをくれ。そうしたら全部やめよう。またキャップか。ストロングはキャップが嫌いだ。ああ、いつでも戻ってこい。よそ者は許可されていない。なぜここにいる。
答えが欲しかっただけだ。ストックトンのキャラバンについて。それだけだ。お前を医務室に連れて行く。お前を見てくれる。笑い事じゃない。警告だ。ブライス、おいブライス。わかった。それはなんだ、マニー。被験者12が終わったと思っていたが。ああそうだ、面接は終わった。質問4についてデータをまとめているところだ。興味深いぞ、本当に。ああそうだと思う。確かだ。よそ者め。ここにいるべきじゃない。ちょっと、プラットフォームの延長だ。目の前に現れた。何をするべきだった。コンパウンドへようこそ。よそ者め。よそ者め。よそ者め。それでストックトンのキャラバンの調査は一度だけ行われた。彼の娘だと言われている女の子はおそらく人造人間だってことも知ってるの？どうでもいいわ。このことについて正直に言わせて。この話し合いの終わりには2つの道がある。合意するか、暴力か。他の選択肢はないのか？多すぎるとあなたを立ち去らせることになるだけだから。質問させて。あなたが小さい子供だった時に目の前で家族が人造人間にやられたらどうする？考えを変えて受け入れてくれるの？それとも力ずくでどうにかするつもり？あんたに何が起きたんだ？ずっと昔にダイヤモンドシティで私の家族と他の8人が何者かに虐殺された。この凶暴な奴らを最初は人間だと思ってた。でもその日、それはインスティチュートの新製品のことだと知った。人造人間よ。インスティチュートが私たちに紛れて歩いている限り、警告なしに襲って影から私たちをコントロールする。私は隠れた人造人間を検出するテストを発明するために人生を捧げた。奴らを根絶するために。奴らは消滅してもいい。戦う価値のある目標じゃない？誰かがインスティチュートを破壊する必要がある。完全に正当な理由よ。すでに開発されている医療テストでは生きた人造人間と人間を区別することはできない。でも心理学では違いを検出できる。安全テストの出番。テストはまだ初期段階だけど、犠牲と忍耐で成功率は上がっている。安全テストはうまくいくのか？ええ、解剖で前よりも正確になっていることが分かってる。人造人間から答えを誘発する質問がいくつかある。でも
引き金となるものの定義が難しい。誤差の確率は確かに高い。人造人間ごとに4か5の誤判定がある。でも誤判定がいつか1か2になることを願ってる。テストがうまくいけば形勢逆転だ。それに私たちがやったことは全て正当化される。コベナントには多くのことがある。インスティチュートの強行の後に傷ついた人々の避難所が残った。安全と治療のための場所。でも最も重要なのは、それがこのパラノイアの時代を終わらせるための一つのチャンスだということ。あなたと取引をする。ストックとの人造人間を連れてきて、仕事を続けることができたらあなたが望むどんな報酬でもあげる。だったらあんたの仕事を続けろ。素晴らしい。一番未解決。おとなしくしてろよ。なあ。お願い、傷つけないで。大丈夫、もう安全だ。ありがとう、ありがとう。アメリア、ストックトンよ、人造人間。この合意があったからこそ、さようなら。死ぬと物がいらなくなる、それを取る。間違ってストックトンを助けたいと思い込んでいたわ。ドクターチェンバース、人造人間メナスを処理しなければならない。ドクターチェンバースが君の計画を教えてくれたよ。どれほど安心したか言い表せないくらいだ。インスティチュートの計画にはコベナントのみんなも非常に苦しめられてきた。我々は皆任務を信じているが、よそ者には連邦を守るための犠牲がはっきりと見えないのかもしれない。ここの人々はどうなったんだ？多くの人がインスティチュートの手に落ちた。かわいそうなテッド・ハントリーはコーサーが人造人間を回収した時に家族みんなを失った。コベナントの一番の目標は人造人間探知テストを改善することだ。ただしこの実体のない戦争による犠牲者を救うことはこれと等しく重要だ。理解してもらえればいいんだけど。犠牲に価値があると本当に思ってるのか？人造人間メナスは連邦中の家族にほぼ全て接触した。その安全テストがこの先完璧になるかはわからないけど、本物の人間が誰かを言い当てる機会があれば、健全な人たちはならやってみなきゃいけない。できればもっと力になりたいと思う。というかこちらこそ力になりたいと思っていたよ。ミニッツメンの旗を掲げ、連邦の安全と福祉へさらに貢献することを名誉に思う。